お台場 TV をご覧の皆さん、こんばんは、角田ゆきめです。毎週金曜日のこの時間はお台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイさて、今週のメンバーは、はい、第17期シーサイドイメージガールの川鍋セリナです。はい、じゃあ今週はこの2人でお送りしていきます。17期、そう、2人でね、しかもどっちも17期。そう、さっき聞いて、実はすごくドキドキしていますが、まだね、戸惑ってるけど、ね、うん、頑張ろうね、頑張っていこう。ではそれでは早速、セリナちゃん、はい、本日のラインナップを元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、シーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはザ・ペンフレンドクラブがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は明日5月26日から公開の映画男と女、門頭組先でとファントムスレッドの2作品をご紹介します。今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それではここで本番に向けて意気込みをどうぞ。ねえもうどうしようって感じなんですけど、もう元気と笑顔で頑張りたいと思います。はい、私もちょっと風邪気味で鼻むずむずしてるけど頑張ります。お台場レインボーステーションスタートです。はい、ちょっときますね。はい、無事コースタート。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、角田ゆきめです。第17期シーサイドイメージガールの川鍋セリナです。今週も17期のフレッシュコンビでお送りします。はい、頑張っていきましょう。頑張ろうね。5月最後の放送ということで、最近雨が多い、ね、そうだね、もうすぐ梅雨だもんね。そう、梅雨が、はい、うん、始まる予兆が、ね、あるよね、うんうん、でなかなか外出れないから、ね、ストレス溜まりがちだけど。そうだね。なんか解消とかしてますか？私この前初めてキックボクシングに行ったんですよ、うん、こうすごく前、かっこいい。私あんまり運動できないんですけど。キックボクシング？そうでね、今からさ夏になると水着着たり、うん、そうね、あと6月ってさジューンブライドだから、うん、ウェディングドレス着る人が多くて、あ、ダイエットしなきゃいけない、しなきゃいけないけどね、外出れないってなると。そうそう、そのために、うん、今キックボクシング流行ってるらしくて、お、流れに乗って行ったの。いいじゃん。すごいね、ストレス発散に良かったよ。あ、いいじゃん、うん、なんか、そうなんだ。運動できないけど、うんうん、なんかね、楽しく体を動かせるの。うん、そうなんだ。え、もう蹴りまくるの？蹴りまくるね。何を、なんか、クッションを蹴るの？そうそう、あのさ、なんかトレーナーさんがこう持ってくれてるんだよね、うんうん、ミットっていうのかな、うん、それを思いっきりパンチしてキックして、あら、でね、トレーナーさんもうまいね、うまいねとか言ってくれるの、うんうん、ナイスキックみたいな、うん、で、調子乗ってね、結構バリバリやっちゃった、バリバリやっちゃったね。ちょっとね、梅雨の時期はぜひそんな感じでストレス解消法をね、そうそう、おすすめです。見つけてほしいですね。ではそれでは言わん組インフォメーションに移ります。はい、セリナちゃん元気よくお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-6457-1462、東京03-6457-1462へお送りください。そして
スタジオの様子をユーストリームでライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、スリナちゃんありがとうございます。ではここで1曲お届けします。今週は気分を上げてくれる曲のテーマで選曲しました。テイラー・スウィフトの Shake It Off。 いいね、テイラー。いいよね、テイラー。そう、好きで、高校時代くらいからずっと好きで、まあ、そうなんだ。そう、アルバムとかバンバン買ってて、特に Shake It Off はね、もうシャキ、Shake It Off っていう、この振りが結構有名で、みんなで踊ってるよね。そうそうそう、もうどうでもいいよ、気にしないよって、そう、落ち込んでもね、気分を上げてくれるいい曲かな。この時期にいいかもね、気分を上げて。そうだね、そう、このね、落ち込んだ、雨ばっかりね、雨ばっかりでね、ジミジミした時にね、聞くとガッと上がるかもしれない。セイナちゃんなんかある？私も洋楽好きで、そう言ってたよね。そうそうそう、この前もカーリー・レイ・ジェプセンの曲をね、ここで紹介したの。あれもアゲアゲの曲でね。そう、アゲアゲで、洋楽っていいよね。そう、いいのよ、いいのよ、ノリがいいのよね、本当に。そうだよね、なんか曲調も可愛くてさ、そうそうそう、気分が上がるのが多いよね。そうね、いい感じ。そうだよね、吹き飛ばしてほしい。それで悩みもいろいろ溜まってんのかな。そう、いろいろ溜まってるのかな、やっぱり。溜まってんのかな、そういうことかな。さっきもストレス発散されてたからさ、うすうすね、ちょっと出てた。そう、溜まってんのかなって思ったよねそうね、自分が気づかないうちに出てたかもしれない。ちゃんと発散してね。そう、発散してね。そうだよね、行くしかない、ね、行く、一緒に行こっか今度。どこでやってんの？この前はね、どこ、恵比寿。あ、そうなんだ。恵比寿でやってた。おしゃれそうだね、またそれ。まあね、音楽とか流れてる？それ、流れてない。もう無心、ただただただパンチキックだけどパンチもするの？そうそうそう。あ、そうなんです。そうでね、その後にプロテインとか飲めて。おお、そう、美味しいの？美味しい。美味しいの？美味しい。プロテインって美味しいんだ。いちごシェイクとかバナナシェイクに近い感じで。甘いの？甘い。そうなんだね。いいね、おすすめ。行きたいね。それはもう今度やってます。行こう。行くしかない。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。5月26日お台場海浜公園でスターアイランドが開催です。5月27日シンボルプロムナード公園でお台場手作り市が開催です。同じく5月27日メガウェブでトヨタドライバーコミュニケーションシニア講習が開催です。気になるイベントがありましたら足を運んでみてくださいね。さて続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものやハマっているアイテムなどをリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。イメージガールにおすすめ商品をもら持ってきてもらってます。はい、2人でね、持ってきました。持ってきましたね。今回のテーマは梅雨。そろそろ全国的に梅雨の長雨シーズンも近いということで、雨の日とかぐずいた日に日を過ごすときに便利なものがあったら、おすすめ商品を持ってきてくださいということで持ってきました。はい、はい、じゃまずセリナちゃんから紹介してもらおう。はい、私が持ってきたのは、はい、こちらアクアシャボンさんのアクアシャボンヘア&ボディミスト。おーおー、大好きな石鹸の香りです。あ、もうシャボンシャボンって言ってるからねそうそうそう、石鹸だっていうのは伝わってきてた、ね、やっぱりね、この時期って髪の毛がさ、女の子はさ、やだ、そう、湿気でね、ベタンってしちゃったり、ね、ちょっと何蒸れてさ、嫌な匂いがしちゃったりするじゃん。その時に無敵なのが石鹸の香り。やっぱりね石鹸の香りさ、爽やかだからね。嫌いな人っていなくない？そう、いない、いないよね。もう匂ったらハッてなるよね。そうだよね、振り向くでしょ。振り向いちゃう、それはもう。そう、しかも全身なんだそれ。そうなの、髪の毛だけじゃなくて、ボディもいけるから、ちょっと香水は嫌いなんだけど、いい香りさせたいっていう人にも使えて。確かに、いいかもしんない。そうで、これパッケージもちょっとね、石鹸の絵が描いてあって、そう、ね、爽やかさがね、そう、青くてクリア
ボトルって感じ、ね、そうそうそう、透明な感じで、しかもなんか多くない量的に、そう150ml、そう 150ml で、ね、1200円なの、あらお得です、ね、そうこの時期もう必需品だから、うん、結構使えるんじゃないかなって、うん、いいね、そう見た目もねおしゃれで、なんかインテリアとしても可愛くて、うんうん、私は窓際に置いてるんだけど、あらなるほど、おしゃれでしょ、おしゃれだねいいじゃないですか、そうぜひ使ってみてください、なんかねコラーゲンとかヒアルロン酸も配合してる、うん、ね、いいことばっかりだね、シュッシュするだけでさいいものがいっぱい、ね、石鹸の代わりになれるですね、そうそうそう、じゃあイキメちゃんはね、私もね、うん、やっぱね梅雨といえば髪の毛が第一の悩みなの、やっぱね、うん、テンションが低い理由は髪の毛、セットしてもね、うん、うまくいかなかったりするから、うん、その時にこのねヘアトリートメント、洗い流さないタイプなんだけど、うん、キールズで、キールズっていう今結構雑誌とかにも取り上げられてるおすすめのもので、うん、そうすごく、まあ、いい匂いもするんだけど、いい、うん、3000円ぐらいかな、うん、これもね誕生日にもらったんだよね、あ、そうなんだ、そうプレゼントにもらって、うんうんうん、そう、そのまま使ってるんだけど、うんうん、すごくいい、なんかパッケージがさ英語がいっぱい書いてあっておしゃれじゃない、そうそうそう何が入ってるかわかんないんだけどおしゃれなんで、ね、でもなんかオーガニックっぽい、そうそうなのよ、見た目がオーガニックか、ちょっとね、うん、ちょっと見た目だけ ね調べる不作だけどね、うんうん、すごいいいからおすすめですね、うんうんうん、でもなんか誕生日もらったんでしょこれも、そう私もね、なんかいいよね誕生日プレゼントにさ、うん、もらえると嬉しいよね、嬉しいものに入るよねこれは、そう私たちどっちも6月で誕生日、ね、あそうそうだったんです ねだから梅雨をね、そう梅雨を乗り切るためには誕生日大体あるでしょそうだよ嬉しいよね、うん、こういうのね、そうそうそう、だから6月生まれの方にはぜひねヘアオイルとか、うん、トリートメントを送ったら、うんうん、男性 も、ね、男性が女性に送ると嬉しいかもしれない、うん、やりすぎないプレゼント、うん、ちょうどいい、ちょうどいい参考にしてくださいぜひぜひ、うん、ではね今回は梅雨をテーマにお送りしました、はい、次回もお楽しみに、はい、続いてはこのコーナー、はい、始まりましたシーサイドお題バトル、このコーナーは毎回違うお題でシーサイドイメージガールがお台場のプレゼンバトルをするコーナーです。今回のお題は第70回東京港祭り、明日と明後日晴海客船ターミナルとその周辺で開催しているこのイベントをプレゼンバトルします。今日は私とセリナちゃんのバトルです。そう2人でね、そう戦おう、うんうん、戦おう採点は3項目を5段階評価で判定します。その3項目はみんなに好かれる可愛らしさ、リスナーに伝える表現力、イメージガールとしてのお台場愛ですね。この3つをうまく入れてプレゼンして得点の高い方が勝ちということになります、はい、それでは早速ねプレゼンバトル、アピールの仕方は自由です ね、うん、で1人持ち時間30秒で、うん、じゃあ早速いっちゃおう、いっちゃおうか、うん、セリナちゃんからいっちゃおう、はい、それではスタート。私はもうね川鍋といえばといえば、はいはいはい、あいうえお作文でしょ、来ましたね、待ってましたよね待ってました、はい、みんな待ってたかな、みんな待ってるよね今日もね、うん、行こうかなと、あいうえお作文でね、で今日は、うん、港祭り、うん、ちょっと難易度高めでしょ、確かに、これで行ってみようかな、大丈夫かな、じゃあ行きます、はい、み、はい、港祭りに行こうよ、な、波の音を聞きながら、と、隣であなたと見る絶景、ま、まったり屋形船に乗りながら、つ、強い消防士さんの水の消防ページェントもおすすめ、この週末はり、臨海地区が面白い、イエーイ、すごいすごいでしょ、うん、情報が盛りだくさんで頑張ったでしょ、うん、頑張ったすごいね、本当ありがとう、うん、楽しそうさが伝わってきたよ、自分でミーとか言うの恥ずかしいんだけどあ、私が言ったね、あ、そうだねちょっとその辺ね、やっていくの、ね、ちゃんと、そうだね、じゃあ次、はい、次ね、ちゃん、お願いします。本日は私、角田ゆきめが、はい、一足先に東京港祭り行った気分でレポートしております。楽しみ、はい、では行きますよ、はい、今回で70回目を迎える伝統なるこのお祭り、さすがもうにぎわってますね、昨年も10万人ぐらい
来訪したそうですよ。私の一押しのイベントは今年も皆さんお待ちかね、水の消防ページェントです。東京消防庁が実際にヘリコプターで、ま、行う救助をそのままパフォーマンスにして行ってくれるんです。なんといっても消防署の方の体を張った姿がかっこいい。東京港の今がわかる水の消防ページェントはあさって10時半から開催です。以上です。あーすごい。そうね、情報をちょっとリサーチしてきました。はい、すごいすごい。去年の映像とかも見たんだけどね、うん、もう5色の水がパーって、うん、水面水の色がね変わったりして、うんうん、今年もあるみたいだから10万人ってすごいね。そうそうそう、うん、盛り上がるんだね。そう、 いろんな船乗れたりするらしいから、うんうんうん、行ってみたいな。行ってみたいな、うんうん。じゃあ判定に行きましょう、はい、今日ね自分たちで付き合うんだよね。シビアな感じだよね。うん、うん、じゃあ私から発表しよう。はい。可愛らしさ5点。やった。表現力5点。本当に、うん、お題は5点の15点満点です。え、なんか、ね、ありがとう。本当、うん、あいう作文が上達してる気がして。本当に、うん、結構限界感じてたんだけど、うん、まだいけるかな、うん、情報がいっぱいあってよかったかな。やった、うん、ありがとう。はい、じゃあ私もお願いしますね。はい、じゃあゆきめちゃん、はい、可愛らしさ4点。はい。表現力5点。5点。お題牌5点。5点。何点だ足したら14点だね。あれそう、惜しいね。よかった、もう情報もりもりだったからさ。そうだね、うもりもりで言ったのに。そうそう、でも可愛らしさがねいつもちょっと弱いから。あ、そうなの。そう、もうちょっと可愛いの入れてこうかな。そっかそっか、うん、課題だ ね、 これね、課題にしていくね。ありがとうございました。で、私たちのプレゼンを参考に第70回東京港祭りに行ってみたくはなりましたか。なりましたかな。はい。さて、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はザ・ペンフレンドクラブがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで1曲お聴きください。水瀬いおりでレディースティーディーゴ
お台場レインボーステーションをお聞きの皆さん、ザ・ペンフレンドクラブの平川雄一、藤本優香、陽子と新メンバーのリカです。よろしくお願いします。はい、はい、そして、はいはい、そしてっていきなりもういきなりザ・ペンフレンドクラブです、はい、この番組は2回目ですね、はい、前回は2017年の2月に、はい、出演させていただきましたね、はい、その時は僕と、はい、私とヨッピーがね出てたね、はい、で今日は、ボーカルの藤本優香、藤本優香、はい、優香です、優香です。で新メンバーの、リカさん、リカさん、リカちゃん、ライブもまだやってないのに、はい、こういった番組に出演して、すいません、でしゃばっていや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 、全然でしょ、お披露目の場、はい、お披露目会さて、今年3月にニューアルバムが出ましたね、はい、ガーデンオブザペンフランドクラブ、イエーイいいアルバムやね、はい、うん、いいですね、とても絶賛発売中、うん、はい、絶賛されてるから自分で言いにくいそして4月には、先月、アルバムから、そのアルバムから7インチアナログ版がシングルカットされてね、うん、それもね絶賛されながら発売されております、はい、絶賛、はい、というわけで、今週のこの時間は、はい、ザ・ペンフレンドクラブの平川雄一と藤本優香、はい、陽子と、新メンバーのリカでお送りいたします、それでは早速ここで1曲お送りします、ザ・ペンフレンドクラブで、飛翔する日常、はい、はい、で、ユーストリームではこの会話が流れていると、はい、裏トーク、そうですね、だから気が抜けないということですね、はい、気が抜けないでもなんか気を抜いていいような気もするよね、そうですね、どっちなんでしょうか、思いっきり流れてんねんけど、うん、しかも残るからね、これは、うん、そうですよ、死んでからも残るから、ね、死んでからもあ、そこまで考えてなかったよ、確かにさあ、そう、じゃあ飛翔する日常について、はい、この曲どう、最高です、最高です最高です、ほんまに、うん、私これカバー曲だと思ってたんですよ、あ、そうなんだ、よすぎて、そうらしい、ね、あ、そうだそうだ、なんかあのインタビューにも書きましたけど、うん、で原曲聴こうと思って探してなくて、初めてオリジナルだと思いましたよ、検索していただいた、はい、ないと思って、ね、飛翔だよね、飛躍じゃないよなとか思いながら、あ、間違えたのかな、そうそうそう、あ、ないのやっぱりと思って、だいたい曲名つけるときにですね、一回それを検索して、すでにあるかどうか、うん、そうそう、でも大事ですよね、そうなんですよ、そう、それはね結構大事ですよね、うん、確かに、なんでタイトルは飛翔する日常になったんですか、なんかいいかなと思ってなんとなくいいかなと思ってなんとなくいいかなと思って、飛翔してる感はすごいありますよね、あるある、確かに、そうやろ、ファーってなんか、うん、上がってる感じ、すごい嬉しそうな感じやっぱ恥ずかしい、嬉しい、恥ずかしい、まさに身内から褒められて嬉しい、恥ずかしい、最高って言われて、誰かのカバー曲かと思った、すいません、褒めすぎ、飛翔してる感じがすごい出てる、額面通り受け取ったから、もう嬉しくて恥ずかしくていやでも本当、はい、そうっすね、なんかで、うん、はい、なんか最初の先生の音だけの音源が来て、うん、それにこれって自分の声が重なってるじゃないですか、うん、 そうやね、それって最初どうなるのかなって思ってたんですけど、ユニゾンやからね、はい、なんかそれがすごい良くて、うん、で出来上がった時の驚きは結構大きかったです、ね、うん、ほうほうほう、うん、あ、こんな感じになるんだ、うんうんうん、なんかおしゃれな感じにしたかったよおしゃれな感じに、うん、男女のね、はい、オクターブ違いでね、オクターブ違いで、ユニゾンで歌うのってあるやん
そういうおしゃれな感じが、ね、おしゃれ感あるおしゃれ感がね、それがしたかったんや白状するけど、うん、出てますよね、ね、出てますよね、出てます、出てます、で、これが、あ、もう終わるね、終わりましたね、というわけで、ザ・ペンフレンドクラブの、秘書をする日常でした。いかがでしたでしょうか。さてさて、今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、私、ザ・ペンフレンドクラブについてよりよく知っていただけるように、私すいません、台本通り読んでる僕が悪い。私たちですね。我々です。我々ですね。こんなコーナーを用意してもらいました。はい、対してザ・ペンフレンドクラブに一問一答パート2、イエーイいきなりテンションパート2というのは、はい、前回の2017年出演時の時もやっているということですね、はい、ここに、お札があるので、ドキドキ、今度だから一個引いてその質問に答えると、はい、くよ、はい、早速早速くよ、早い、新メンバーに一言、早い早い、いきなりリカさんに一言、怖いやつです。じゃあヨッピーからリカさんに一言、何かありますか、言いたいこと言っとこうと、え、これ、あ、言いたい、言っとこう、あ、うん、ペンフレンドクラブはすごいハードスケジュールなので、うん、あの体力はつけといた方がいいと思います。なんか忙しいですよ、うん、確かに、うん、そうかな、最近忙しくないやん。いやいやいや、忙しいですよ、忙しいですよ、いや、なんかその普通の並大抵の人間だとちょっと、うん、あ、しんどいかなって思う時が来るから、うん、よく食べて、よく寝て、うん、っていう、うん、なんかこうプライベートとのバランスを取っといた方が、結構マジな、いや、マジな、マジな、なんか、だって1年で1枚アルバム出すバンド、確かにおらんやろって言うじゃないですか、うん、そうかな、いやいや、これがそのね、なんか、うん、いや、きつい本音がすごい出ましたね、きつい、うん、きついよ、きつい、欲求高いですし、うん、結構先生、うん、ブラックやからね、そこ、そうですよ、あ、確かに残業手当とかね、出ないです、ね、基本給ゼロやから、ゼロボランティアです、ボランティア、そう、みんなボランティア、あ、まあまあ好きでね、やってるっていうか、好きで入っていただいたと思いますけど、うん、はい、体力は、はい、わかりました、思います、はい、心しておきます藤本由香から新メンバー、いや、ゆかさんに一言ありますか、うん、そうですね、なんか楽しく一緒にやっていけたら私はいいなって思ってるので、はい、一緒に楽しみましょうっていう感じですかね、 ありがとうございます、なんかもうすでに楽しいです私は、いやでもなんかすごく、うん、いい人ですごい良かった、そう、なんか私本当にまだ、うん、いつでしたっけ初めて会ったの、3月ぐらい、3月、うんうん、で、うん、まだライブ共演すらしてるのにこんなに仲がいいっていう、あ、そうだね、いや、でも本当それは皆さんのおかげで、みんななんていい人たちなんだろうって私のその第一印象、いや、本当にザ・ペンフレンドクラブはいい人たちが、いい人たち、うん、あ、でもそうですね、うん、私がなんか初めて会った時もそんな印象だったから、うん、本当そんな感じ、嬉しいですね、うん、奇跡の奇跡のバンド、奇跡のバンド、なんか前そんな話してましたね、うん、そうなんだ、このバンドは奇跡のバンド、まあでも確かにね、これだけの人たちがこう、そうだね、集まって8人です、8人、ねえ、うん、8人、8人って大変、ね、しかもみんないい人たち、ね、こんなことあるんだ、はい、じゃあ俺から新メンバーに、はい、いやー、あのね、あの、とりあえず、そう、怖い、いや、とりあえずって何ですかね、怖いよ、この後また終わってからもいろいろとね、一言どころじゃないやつね、怖いよ、6枚目のね、レコーディングもあるしね、いきなりね、そうですね、ライブもあるしね、はい、そう、ライブが6月9日にも あるしね、初ライブがね、はい、そうそうそう、もうすぐ、もうすぐ近づいてきました、そうそう、6月9日、
に下北沢モナレコードでね、リカさんが初めて登板します。はい、出させて登板します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。精一杯頑張りますので。はい、はい、次の質問いきましょう。はい、最近やらかしたと思ったことは、やらかしたと思ったこと。やらかした。もういろいろやらかしてるからな。ね、なんかあるんですか、藤本さん。藤本さんがね担当。やらかし担当で。ね。今朝。もう早速。家を家を出ようとしたじゃないや。身支度をしてたら、うんうん、私朝髪を洗う人なんで。うん、朝シャン、朝シャン、朝シャンする人なんです。なので髪を乾かそうとして、うん、ドライヤーぷってつけたら、うん、風が出てこなくて、代わりに白い煙がボワって出てきて、白い煙がやばい、壊れた。そんな壊れ方あるんあるんですよ。なんかちょっと漫画チックな感じで壊れて、で中見たらなんか電線赤くなってて、やばいやつ、ちょっとやばいやつでしたね。で、まあ、髪濡れてるじゃないですか、うんうん、私今日どうしようと思って、うんうん、私ドライヤー買いに行こうかなって思ったんですけど、うん、そうするにも髪濡れたままで外出るのって思って、確かに、もう悩みに悩んで頑張って自然乾燥させてあ、そう、タオルでこうやって乾かしてキモテキモテみたいな感じで、懐かしい懐かしいな、年バレるバレる、ティモテは伝わらんぞ。ですよね。今日はティモテを頑張って、うん、まあとりあえず巻いとけばなんかバレないかなと思って。うん、全然わかんない。ね、そんな感じで自然乾燥して今日は頑張りました。うん、ドライヤー買った？買ってないんですよね。まだ、そっか。でも明日とか買いに行くからね。ねえ、うん、ですね。いやもうちょっと今日帰りに。買って帰ろうかなと思って、お店がやってれば、そう、お店空いてるお店を探して、うん、頑張って買って帰ります。やらかしたというかね、まあ、ドライが壊れた、うん、ドライヤー君がやらかした確かにそうですよ、ね、そうそうそう、私じゃない、そうだ、そうそう、悪くない悪くない悪くない、藤本さん悪くない優しい、みんな優しい、みんないい人みんないい人って言われるからいい人だんだんこうわざとらしくなってくる本当かなみたいな。次の質問、はい、2018年後半に向けて、今年後半にやりたいことなど、これ俺が言った方がいいかな、まあ、でもバンドとして、あれやね、今作ってる6枚目のアルバムですよね、これのレコーディングをどんどん進めていかないといけないと、で俺の分の撮りはもう終わった、だからあとはメンバーの撮りを夏中にね、7月8月、まあ9月頃までやってね、めっちゃ認められてる、認められてる、だから頑張って待ってるんです今僕、そうなんです、ね、よろしくね、はい、そんなぐらいかな、うん、で、そうそう、ライブでのね衣装のイメージを僕ら変えてき着てるよね、はい、この間まではなんか花柄のなんか綺麗なワンピース、僕は違うんですけど僕は花柄の綺麗なワンピース着ないんですけど、それもありかもしれない、それも新しい、新しい、うん、なんかちょっとね、シックな感じにシフトしていこうと、そうですね、60年代中期頃から後期ぐらいのなんかバンド後期ぐらいの解散間近ぐらいの感じを、解散間近出していこうとしていますね。だから音楽性もちょっとだけ変わるかもしれませんよ、ね、おカバー曲の選曲とかね、これもちょっと考えてます。なので、今後もペンフレンドクラブから目が離せないということが言いたいんです。やばい、はい、ほらね、いろいろ次から次に大変なんですよ、うん、どうでしょう、時間的にどうでしょうか。まだ大丈夫、まだ伸ばし伸ばし、全然大丈夫、伸ばし伸ばし、はい、次の質問、はい、2018年前半はどうでしたか。あ、前半どうでした。とりあえずメンバーが入ったってことで、うん、そうですね、急に入ったよね。いやっていうか、なんで一言なんですか。言い出してから、見つけてくるまでの期間が短いんですよ、ゆるぼですよ、ゆるぼで募集してたのに、
もうなんかもう即日から お仕事できる人並みの感じの募集だった。即戦力。そんなに早かったんだ。いやびっくりしたよね。もうみたいな。こんなこと考えてるって言った数週間後ぐらいにはもうリカさんがいる。そうそうそう。そうなんだ。早かったな。早かった。当然ですよね。うん、まあでもこういうのはね、タイミングとか、そう、縁というか、うん、この人ならと思って。ありがとう、きっと大丈夫だね。大丈夫、大丈夫でしょう。スタジオ練習まだ3回ぐらいしか入ってないけど。入ってない。あれ、3回入りました。これで3回入った。この前ので3回目。でもね、いい感じに、いい感じでしょう。キラキラね、やっぱりあの12弦の。キラキラしてました。よかった。今度合わせるのが ね、全員で合わせるのが今度なんて楽しみです、そうやね。だからメンバーが入って、6枚目作って、音楽性もちょっと変えていく、ちょっと変えていくっていうのが今年ですね。もう7枚目の曲って、7枚目のね7枚目来年出るんやろうけど、それを今考えてるんですよ。それを今考えてるんですね。そう、もう、わこれから撮る6枚目に関してはもう選曲も決まって、まあ、撮るだけですもんね。撮るだけだから、もう俺の中では終わっていて、終わってないのにね。始まってもいないよ。7枚目なんですよ、問題は。そっからそっからって、そっからそんな感じの2018年でした。でもう一個質問。最近笑顔になったことは。笑顔になったこと、笑顔だいたい笑顔、特にそうですよ、ね、でもやっぱあの CD が出たのが笑顔になりますよね。 CD が出たっていうことに。そうやね、確かに。ラジオでやっぱその新曲が流れてくるのを聞いた時とか、そうやね、笑顔になります。結構流してくれてんねんな、いろんな人が。すごい嬉しいです。俺は嬉しいね。すごい嬉しいです。フレンドクラブ、笑顔になったと。笑顔になった。サクサクやっていくな。最後の質問。大丈夫ですか？いけるいける。前回出演から何か変わったことは、まあそれはね、ペンフレンドクラブ、新メンバーが変わって、8人になったからね。8人。どういう配置になるんでしょうね。だから狭いライブハウスとかではかなりその重なる状態やね。前後前後みたいな。今でもだって上下なんか誰かなんかあるやつか。やば、それは、ね、やばい。キーボードとかもね、本当横に置けるのかなみたいな。縦じゃないと斜め壁に立って壁に立って壁に立ってかっこいいな。ビジュアル系みたいな。ショルキー状態。やばいやばい。やばいですね、それはね、ちょっとポコアポコみたいな、昔の教育テレビでやってたやつ。知ってるかな。似合うと思う。ショルキー、やだ。いやなんだ。ちょっとなんか恥ずかしいじゃないですか、ショルキー。うわ。ショルキー弾いてる人もこれ聞いてるからね。あ、そうか。そうだ、ショルキー。いやいや、じゃあ私は似合わないですよ。弾いてる人はかっこいいと思う。私がこれやってたらみんなどうしたってなりますね。いいよ。しかもペンクラっぽくなくないですか、そうなっちゃうと。確かに。確かに。なんかショルキーって勝手になんか近未来のイメージが。だから俺らが80年代の方向性を。行ったらやば。また先の話ですか、あ、また方向性を変えたら。そうやね。ショルキーになる。10年後ぐらい。10年後でショルキーきついな。もう年がね。もうなんかライブ終わったらもう通る。あ、持ってそうに見えて実は置いてない。どういうこと？謎なんだけどそれ。そういうのできてるかもしれない。10年後だったら。ああ、そういうことね。そうそうそう。今聞いてる人でヨッピーの年代でショルキー弾いてる人もいるからね。ああ、そっかそっか。そろそろってことで。はい。はい。では。もうごっちゃごちゃになってそう、進行がわからないから。そう、そんな私たちザ・ペンフレンドクラブですが、どんな後日3月、に、フィフスアルバム5枚目の、ガーデン・オブ・ザ・ペンフレンドクラブをリリースしまして、そのアルバムから7インチアナログ版、シングルカットをしました。
同じこと言ってるよ大事です、重要です、3回でも言いましょう、大事なことは、はい、で、そう、今後のライブスケジュールなど、はい、告示させてもらいましょう、うん、さっき、言いました6月9日下北沢モナレコードのお昼のライブですね、そこで新メンバーの、リカさんが、初登場しますので、はい、何卒よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。そして7月ですね、再来月7月29日に、代々木のザーザズールですね、ソレイユさんの、誕生日イベントに出演します、そして翌月8月4日には渋谷のラストワルツインロフトで、ライブですね、はい、このライブは60分も持ち時間があるので長い、長い、いっぱいあります、そんな感じですね、はい、だから6月から8月にかけてライブが3本ありますので、ザ・ペンフレンドクラブのホームページなどで、詳細を見ていただいて、前よりチケットを予約してください。そんな感じですね、はい、ということでそろそろエンディングのことです。早い、あっという間です。一言ずつやっていいからどうぞ。これからもフェイフレットクラブをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れです、はい、ザ・ペンフレンドクラブで笑顔笑顔、はい、本日のこの時間のお相手はザ・ペンフレンドクラブの平川雄一、藤本由香、陽子、はい、そして新メンバーの理香でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週は私、川辺セリナが明日5月26日から公開の映画男と女、門頭組み先でとファントムスレッドの2作品をご紹介します。まずは映画ブリキの太鼓でアカデミー賞外国語映画賞、カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した名将フォルカー・シュレンドルフがどうしても描きたかった艶やかな大人の愛の物語、男と女、門頭組み先でです。早速ストーリーを紹介します。ドイツ人作家のマックスは新作のプロモーションのために実らなかった恋の思い出を綴った小説を携えてベルリンからニューヨークへとやってきます。そして小説に登場するかつての恋人レベッカと再会を果たすためニューヨークで弁護士となった彼女の事務所を訪ねますが、レベッカは突然の訪問に困惑します。その夜マックスは朗読会の打ち上げ後酔いに任せて彼女の自宅を訪ねます。たまたま居合わせた彼女の友達の好奇心から部屋へと通されますが、17年前に別れてから何があったのかレベッカは 何一つ語ろうとせず、友達の帰宅とともにマックスも追い出されてしまいました。なすすべもなく失意のマックスがニューヨークを立つ3日前、レベッカから門頭組岬への旅の誘いが突然舞い込みます。そこは幸せだった頃の2人が訪れた場所でした。果たしてレベッカの真意は、そして語られない過去の秘密とは。マックスに扮するのはスウェーデンの国民的名優にして幅広く国際的に活躍するステラン・スカルスガルド。レベッカには東ベルリンから来た女でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したニーナ・ホス。あの日に戻りもう一度やり直せるとしたら、映画男と女、門頭組岬では明日5月26日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次ロードショーです。続いてファントムスレッドです。作品を発表するたびに熱狂的なファンを生み出し、パンチドランクラブ、ゼアウィルビーブラッド、ザ・マスターで世界三大映画祭の監督賞を制覇したポール・トーマス・アンダーソンの長編第8作です。ではストーリーを紹介します。1950年代のロンドン、英国ファッション界の中心に君臨し社交界から脚光を浴びる天才的な仕立て屋のレイノルズ。ある日レイノルズはウェイトレスのアルマと出会い、彼女を新たなミューズに迎え入れます。彼はアルマの完璧な体を愛し、彼女をモデルに昼夜問わず取り憑かれたようにドレスを作り続けました。しかしアルマの気持ちを無視して無神経な態度を繰り返すレイノルズに不満を募らせたアルマは、ある日彼の朝食に微量の毒を混ぜ込みます。やがて二人は後戻りのできない禁断の愛の扉を開き、誰もが想像しえない境地へと向かうことになります。果たしてこの愛の形は歪んでいるのか、それとも純愛なのか。主人公のレイノルズ・ウッドコックを演じるのはマイ・レフト・フット、ゼア・ウィル・ビー・ブラッド、リンカーンで3度のアカデミー賞主演男優賞に輝く名優ダニエル・デイ・ルイス。アルマ役はルクセンブルク出身でヨーロッパ映画を中心に活躍するウィッキー・クリープス。アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞した本作ならではの衣装にも注目です。華やかなオートクチュールの裏側で映画史上最も甘美で狂おしい愛の心理戦が始まる。映画ファントムスレッドは明日5月26日よりシネスイッチ銀座ほか全国ロードショーです。以上エンターテインメントのコーナーでした。はい、ありがとうございました。すごいどっちも愛の物語です ね今回は、はい、明日公開の映画ですね、うん、これなんかロンドンのやつファントムスレッド、うん、すごい愛以外にもストーリー以外にドレスとか
楽しみ賞ですね、アカデミー賞、衣装デザイン賞、すごいね、衣装、うん、結構気になるな、 そっちも気になったら、ぜひ気になった方は見てみてください、見てみてください。はい、じゃあそろそろね、さて番組もエンディングに向かっています、ここで番組インフォメーションをお届けしますね、はい、はい、各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、はい、で最後にね、お便りがファックスだ、届けてくれて、そう、レディオネームぷくぷくのん太郎さん、3枚も送ってくれました、ありがとうございます。かわいい絵がもうね、そう可愛いんですよ、水着のすごい上手、ね、スタイルのいい女性が、そうかわいいね、夏って感じの絵で、水着ね、もう水着の絵って早いね5月もうすぐ、まだ全然用意してなかった水着は、ね、考えてなかったね、うん、でもなんか今ハイウェストの水着とかさ、流行ってるんだよね、そう、スクール水着っぽいのがまた戻ってきたりしてて、そうだね、今年も買わなきゃね、買わなきゃね、うん、最近暑いからさ、うん、春服からちょっと夏服っぽくなってさ、そうだね、大学とかでもみんなだいぶ季節変わって、変わったなって感じするよね、どんな格好で大学行く？ね、私はね、いつも自転車で登校してるから、そうなんだ、そう、基本的にね、動きやすい動きやすさ、そうそう、おしゃれっていうよりも自転車が漕ぎやすいって言ってるそうなんだ、私結構その日の朝にスカートかパンツか決めるんだけど、でも今日はこの格好見えないですよね、ラジオの人そうなんですよ、ね、なんか白の可愛らしい服に、そうそうそう、でもピンクのスカートにね、今日はスカート気分だったんだ、今日スカートだった明日はパンツにしようかなそうだね、そういう感じで決めていくんだね、うんうん、うん、でも大学は本当おしゃれな人多い？あんまりあんまりないかも本当？うん、みんな結構おしゃれな人が多いなって、うん、あ、そうなんだ、うん、そっかそっか、あるけどな、結構ジャージとかもいるの？いるのいけるんだね、いけちゃう、でもじゃあそろそろ締めましょうかね、うん、そうだね、はい、じゃあ今週のお相手は第17期シーサイドイメージガールの川鍋セリナとメインパーソナリティは角田幸芽でした。それでは良い週末を。お台場 TV をご覧の皆さんはもうしばらくお使いいただきます、ね、はい、はい、付き合いいただきますなんて言いました私、お使いって言いましたお付き合いいただきます、すいませんはい、終わりました、やっと、ね、うん、緊張した？うん、でもね、楽しくできた、楽しかったよね、うん、でも話しすぎたからちょっと、そうだね、ちょっと楽しくなりすぎちゃって、そうそうそう、いっぱい話しちゃったね、トークみたいになっちゃったでも良かったかも、うん、うん、良かったじゃない？良かったと思いますよ、うんうんうん、じゃあ今日も頑張ったからご褒美買って帰ろうかな。あ、何ご褒美って？私ね、うん、ご褒美にスイーツを買うって決めてるんです。お、季節によって変わるの。今までシュークリームだったんですけど、5月暑くなったんでアイスデビューしました。あら、出ました。アイスいっぱい食べるの？大好き。え、どういう時にご褒美買うの？え、今日頑張ったなって、頑張ったなってラジオの後とか、これの後とか、あとレポート書いたりとか、達成した後とかね、そう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 、いいね。でもそれあると頑張れるし、そう、結構自分に甘いタイプ、うんうん、いいと思う。いや、私そんな決めてないから、うん、ストイックだね。いや違うの、逆にね、いつも買い与えちゃう。ああ、常に、ね、決めてた方が、うんうんうん、やっぱあ、何、その頑張る時と休む時のね、うんうん、あ、そか、バランスが取れそう。本能で生きるタイプでしょ？そうそう、生きちゃってるやばいよね、その辺はなんかおすすめアイスある？定番のチョコモナカジャンボ。あ、やっぱね、おしゃれなのとかあるけどね、うん、結局一番美味しいのはね、安いしね、美味しいしね。それでは大丈夫かな締めていきましょう、こちらも、ね、お台場 TV をご覧の皆さん、今日もありがとうございましたそれでは良い週末を。バイバイ。
バイバーイ。